はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。これ指導ちゃんとあるんやね。おお、なるほど、この部屋を使うわけか。さあどうするかね。6人、シリル、あ、馬。すごく成長。ボーナイトを目指すからな。もっと頑張れたかも。よし。分かってきました。よし。そしてアロイス・ランゲルトちょっと置いといて、レオニー・ピネッリ式やな。あんた式やね。褒められるほどのこっちゃないって。よし、あ、一回褒めたらずっとグッド。ライブ見について。よしで、ヒルダ・バレンティン・ゴネリル、あなたも好きですよ。ほら結構不得意だからな。よし、やったー。いけ。あー、ずっとグッドだった。でラファエルも好きや、好き上げていこう。あ、好き B か。あ、 B? B ということは、あ、騎士団って変えたんだっけ。ちょっと覚えてないな。式上げていこう。そう、分かってきた。よし、で、あと2人、クロード・フォン・リーガン、ローレンツ・エルマン・グロスタール、リシティア・フォン・コーデリアかな。あなたは信仰。よし、で、マリアンヌ・フォン・エドマンド、断りやね。よし、そんなもんでしょう。あ、グループ課題、瓦礫拾い。あ、草むしりが瓦礫拾いになってる。馬でマリアンヌとフレンかな。なあ、聞いてもいいか。パーッと宴で騒ぎたいところだが、物資に余裕がないんだよな。なんかこう宴の足しになるような安くてうまい食材はないもんかね。安くてうまい食材、森で狩りか。ほうほう、そういうことか。やる気がもったいない。おお、指導レベルが上がる。先生、お、ここだけの話、俺の故郷じゃドラゴンに乗れて一人前って扱いなんだけど、そのためには飛行と斧を。ドラゴンナイトを目指す。いや、もうすでにドラゴン乗ってるじゃん。どういうことだ。まあ、そっか、この子たちは OB だから教室を使うわけにはいかないよね。なんだ、ロードが長いな。よろしく。で、や、先生。てか、こんな戦争中なのに。これを使えたら。結局やってることはあんま変わんないな。微妙に音の外れてるやつがいるな。
まあそれもまた味ってやつか。微妙に音の外れてるやつ。どうも喉の調子が良くなくてね。まあ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 、まあ、確信に近づいてきたぞ。よし上がったぜ。行動力が増えた。そんぐらいか。なんかあるな。フリーレア的出現中。クエストってまだ来週受けられるよな。多分受けられますよね。レア的倒していこうか。ちょっと準備します。ドーピングアイテムが結構今まで一回も使ったことがなくて溜まってたので、ちょっとここぐらいで使っとこうかなと思います。で、基本的には主人公にぶっ破しようかなと思ってるんですけど、今のところこれらのものがあるんで、ちょっとやろうかな。主人公をね、強くすることは悪いことじゃないから。主人公が強いに越したことはないからね。で、主人公っていうのは、まあ死なないからな。死んだとしてもゲームオーバーにしかならないから、もうその命っていうか、その、あんまり気にしなくてバンガン先に突っ込ませても大丈夫でしょう。あれ。安心できるからな、そういう意味では。絶対に死なないユニットっていうのなので、基本的には主人公に使おうかなと思います。どんな感じ。まあ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 、速さやな。この男は特に速ささえなんとかなってくれればいいんだけど。で、点々剣で傷薬か。よし、こんなもんかな。でセーブしまして、これ全部補充したよな。で資格試験も大丈夫よな。クロード、ラファエルぐらいでしたもんね。レオニー最上級ボーナイト。別にさ、パラディンで止まってもいいよね。グレートナイトだってこれステータス下がるもんな、1個。わお、エピタフすごい。まあまあいいよ、パラディンでそのままでいいかなと思うんですよね。じゃあレア的出現中、これ推奨レベル31、大丈夫か。ちょっとやってみようか。でも最近でもあんま骨太の難易度のフリーとかやってないからな。あ、これみんな2年後か。あ、ごちゃ5年後か。ベルナデッタ、メルセデス、顔が全然違くない？髪型が全然変わったね。アネット、おお。今ちょっとチラッて見えてしまったな。街道の総統戦、水風の章か、水風の章。あ、そして進撃準備の曲が違うのか。結局こうなのか。副官はセテスか。セテスはじゃあヒルダに。セテスがヒルダを見張るみたいなね。
ベレットとかも覗けるんだ。マップ配置。ここは最上方のマップか。敵の全滅。うわ、なんかいる。うわ、レベル32。うわ、サルタケン、これなんだ。銀の剣か、それもないな。ブリガンド、アサシン。うわ、高速35。大丈夫か、これ受けってなんかやれないよな。早いな、みんな。バカみたいに早いな、うわ。これはまずいんじゃないか、大丈夫か。あ、でも、こいつに向かってくるよね。翼の王に向かってくるよね。と思うので。あ、でもこれ受けられんやろ。回避48？なんでそんなことになってる。移動力高いし、うわ。むずいよな。パラディンもおるしな。ちょっとベルト。高速22とかパラディンにさえ追撃できんやんね。終わったらこれ、やばいよな。やばいよな。どうする？35。硬い人を盾にするしかないよな、じゃあ、そんなに。硬い人、王者25、25、26。なんでローレットこんな硬いの？なんで？アクロスタル機嫌か、すごいな。おでで受けてもらうとか？厳しくないですかね。大丈夫かな。ちょっとじゃあやるか。なかなかきついと思うんだけど。ほら、格殺やもん、マリアンヌ。やばい。まあでも、この魔獣に向かってくれることを祈ろう。ちょっとアサシンが強い、本当に。で、俺に任せてくれよ。おお、おわ、必殺。どうしようかな。でもね、ラファエルも結構痛いんだよね。痛いっちゃ痛いんよね。マリアンヌちょっとどこ、はい、やってみます。そうするとローレンツに来ると。13の2回が来るのか。僕が行くしかあるまい。ローレンツちょっと槍を持ってこうか。1段目はさ、ローレンツに受けてもらっていいよな。はいはい、行きますか。ローレンツに受けてもらうか。さ、進みますわよ。みんな声が。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。フレンで応援して、フレンで応援して。すまないね。早く進みましょうよ。よし、これ多分ローレンツにしか来ないよな。これでいいんじゃない、とりあえず。まずはきた。追撃される。さあみんな行け、みんな敵を倒せ。うえ、てや。うわ、倒したぞこいつ、すげえな。赤軍の、もう瞬殺されるくない。まあでも銀の剣だから別にいらないんだけどさ。うわー、やばい、アサシン軍団が強い。
これあれあれこれ早めに森を陣取った方がいいよね。言うて3の2回か。あ、森を陣取りたいよな。じゃないとみんな こいつら相手にするのきついな。ここを占領しようかなあ。ファイヤー、ライナロック、ライナロック、ライナロック、うわ、攻撃40、大丈夫か、ローレンツとか耐えられるんかな、まあ耐えられるのか、一応、2人から来るわけね、2人固い人をちょっと壁にしつつ、急ぎましょう。わあ、深い森、チリル、あー倒せない。微妙だな。戦場を広く見なくては。ちょっとピンクの範囲が邪魔だな。無理か、先生でも無理か、届かないか。25、無理か、ローレンツぐらいか。まあ よし、そしてここに来るやろ。で次ライナロックとファイヤーを受けてもらうやろ。そして16の2回、嘘、ライナロックそんな重いんじゃないのか。力16もある、高速19。あら、でも0の2回の方がいいや。32食らうのか。うー、まあまだ回復は間に合うから大丈夫なんだけど。回復、助かるよ、助かる。そして弱ったところをツリルで取る。レア様の敵は僕の敵だから。もっともっと頑張るんだ。かたくなに力が伸びんなこの男。そしてラファエルはいけないからな。助かりますわ。でヒルダ・バレンティン・ゴネネリで隣に置いとくやろ。でみんな森に避難しよう。絶対森を、森の中から出ないようにしよう。早く指示してくれ。降りる、降りた方が多分いける。よし、みんな森に隠れろ。ありがとうございます。よし、そいつは見るでやる。でもせっかくここで、ああ倒されてしまった。うわー、来るぞ来るぞ、奴らが来る。ダメだ、無駄だ。はい、やばいぞ。なんそれ、それ何のために反撃して。うーわ、じゃこの魔法二人は殺そう、絶対殺そう、絶対殺すやろ。うわ
前衛、前衛、ちょっと。ヒルダ・バレンティン・ボネリル42、41、4。ちょっと待って、先生ここ、先生とりあえずここでいいやろ、ここで、でラファエルって倒せるな、こいつ。で、空いたところ、レオニーここやん、とりあえず。とりあえずレオニーここ、やり装備。ああ、違う。いやいや、せんでいい、せんでいい。やり装備して、待機やろ。で、ラファエル・キルステン、ここ、鉄のコテでやる。おい、ウォーマスター、止まれねえんだ、その調子だ。よし、そしてローレンツ・ヘルマン・グロスタールで降りようか、ローレンツ降りる。ローレンツここでいいか。いや、ヒルダをここにする。そしたらラファエルと先生の攻撃力上がるよな。ちょっとどうしようかな。迷う。ヒルダこいつ倒す。あ、ちっちゃい、ヒルダこっちだった。ヒルダ こいつ倒す。ワオ、こんなんだったのがライナロック。手を抜いてた、死んでたかも。やっぱライナロックといえばセリカのイメージがあるけど。慎重にお願いしますね。よし、そしてローレンツこっち。あ、隣森か。どうしようかな。ローレンツここでいっか。でクロード・フォン・リーガンでここやろ。でスリルで後ろからやるやろ。でマリアンヌちゃん回復、リブローでヒルダ回復、うん、ありがとう。さあどうだ。リシティア・フォン・コーデリア後ろから。先生やられるかな。やられるよな多分。でも、もうでも、ああ34か。よし、かわせるな、かわせる。ここはもうしょうがないよね。先生をおとりに使うしかないよね。見えた。先生は絶対死なないユニットだから、こういう局面でおとりになってもらうしかない。それとも魔法の方がいいのかな。魔法の方があれか、効くのか。26、26、同じぐらいか。援護射撃無理か。うん、
ちょっと一旦切ります。回避高いな。なんでそんな高いんだ。基本値と剣術レベル。うわ。はいはい、行きますか。うわ。この3人殺したいの絶対。鉄の弓18、違う18、クロード・フォン・リーガンで27。ちょっとやってみるか。当ててくれ。よし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 。手持ちの札は多い方がいい。いいぞ。でここでヒルダ・バレンティン・ゴネリルで71か。リスクを回避するためには弓で攻撃した方がいいね。弓で攻撃。よし、当たった。本気の戦いは疲れる。よしよしよし、また強くなっちゃったかも。いいねいいねいいね。技が低い。で地下は倒せるな。こいつを倒す。よし、これで戦況が動く。あ、武器を変えるの忘れた。あ、ヒルダの武器変えるの忘れたな。それでもクロード狙うのか。まあ、クロード死にはしないな。ちょっと待って、倒せるか。あ、いけそうだな。ちょっとこいつが来るんか、鉄の剣が。まあどうな魔法。どう魔法。ファイヤー、あー、シェイバー、シェイバー、グッファー、グッファー。この程度は朝飯前ですわよ。で、スリル、援護射撃。あ、なんでいつも足りないんだ。16、ちょうど倒せる。じゃあスリルで削って鬼ピネッティで、うわ、また女っぷりが上がったな。よし、そしてリシティア・フォン・コーデリア、ドーラ、よし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 。そしてローレンツ・ヘルマン・グロスタールでいいのか。ラファエル一緒か。どっちみち絶対こう追撃されるか。ローレンツでいこうか。ローレンツ・ヘルマン・グロスタールでやる。よし、剣殺しやしね。僕の邪魔をさせない。かっこよ。僕はさらに強くならねば。まあまあまあ、そして援護しに行こう。弓も
指持たせて連携させて応援、ありがたいありがたい、力の応援しといて、でマリアンヌ・フォン・エドマンド、まあ、とはリブロー一応しとく、先制してみた、助かる、よし、さあ来い、来た来た来た、あれあれ、でもこいつら魔法に弱いからさ、しっかり魔法で削れば大丈夫なんじゃないかと思うんだけど、どうだ、どうする、23、24、あれでも言うてそんな大差ないな、攻撃43、剣の達人とかそういうことか、あまだ戦えると、よしとりあえず こいつら倒そう、これ倒す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 、そしたらまたスッキリするから、リシテア・フォン・コーデリアで、どうしようかね、マリアンヌが腐っとうのが痛いな、フレン、あスリル28、厳しい、斧、うん、あー厳しい、まあいいか、とりあえずラファエルで、ラファエルキルステンでこいつを倒す、 OK、 必殺補正が、覚悟はしてたんだろ、必殺補正がうまい、でこいつはローレンツ・ヘルマン・グロスタールで倒せるな、倒しとこう、さすがの僕も危うかったよ、よし、でリシティア・フォン・コーデリアでドーラで奥のやつを倒す、倒せないけど削る、もっと高いところにありますから、微妙、力が、力っていうか力あと1伸びてほしいな、速さもそこまで伸びない、クロード・フォン・リーガン16か、まあ狙ってみるか、どう策に組み込むかな、ここでここで昼田バレンティンコネリオ、セリルマジで1足りん、セリルちょっと鉄の指プラスこれ使うしかない、はい、はあ、僕は強くなったんだ、よし、そしてこいつを誰で取るかなんやけど、フレンかな、レベル低いし、ウィンド、私負けられませんのよ、マリアンヌ、リブロー、ローレンツを回復、助かるよ、よし、
ベル28。自信を持てるようになりました。いいねいいねいいね。よし、じゃあひとまず残り3人ですけど、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。